こんにちは。大日本帝国の歴史を小学生でも分かるように説明する試みです。それでは早速見ていきましょう。時代はまず今からおよそ170年前、場所は日本です。日本にはこの時代から2000年以上前から受け継がれていると言われている天皇という圧倒的に偉い人がいました。この天皇は日本の圧倒的最高権力者だった時代もあったのですが、しかし日本国内のごちゃごちゃがいろいろあった結果、この時期の天皇は国を動かす権力をほとんど持っておらず、天皇、ああ、伝統ありますよね、すごいですよね、ぐらいの認識を持たれつつ、ひっそりと京都にいました。天皇がそんな感じの扱いの中、日本国内の圧倒的権力は、戦国時代を勝ち抜いたゴリゴリの武士グループである徳川グループがゲットしていて、現在の東京である江戸でどっしりと構えて、日本を圧倒的に支配していました。しかしこの頃、西洋の超強い国々が海を越えて日本にやってきていて、日本が明らかに不利になる理不尽な条約を結ぶ要求をされてしまいました。しかし徳川グループはかなり弱腰な態度でこの条約を結んでしまったため、日本国内では徳川グループに対する不満が湧き上がってしまいました。そんな中、徳川グループに不満を持った勢力の人々はこう言いました。徳川グループをぼこし、天皇を中心とした新しい国を復活させるぞ。こうしてひっそり存在していた天皇のパワーを復活させ、徳川の世を終わらせようという勢力が湧き上がってきました。そして天皇グループと徳川グループは戦争となり、その結果、見事に天皇グループは勝利し、徳川グループの天下は終わりとなりました。こうして日本は天皇を圧倒的権力者とした国に生まれ変わって、この江戸の町が東京という名前に改まり、天皇が京都から東京にお引っ越ししました。さらに、これまでの日本は各地方の武士勢力たちがそれぞれ小さな国のような形で存在していて、そしてそれらを圧倒的最強の武士グループである徳川グループが支配するみたいなフォーメーションで国を運営してたんですが、新政府はこのフォーメーションを豪快に改革し、日本全国は正式に天皇直属で管理するというフォーメーションにし、これによって武士グループの国は日本から姿を消し、現在の都道府県が設置されることとなって、新政府へのパワーの集約がどんどん進みました。またさらに西洋の最新テクノロジーを駆使した設備とかもどんどん日本に導入していき、西洋の強国を参考にして国の仕組みもどんどん改革していって、日本国内は急激な勢いでどんどん変化していきました。この時代におけるこれらの大改革を明治維新と言います。明治は当時の天皇が明治天皇であり、明治時代だったことにちなみます。しかしこういった急激な改革により、今まではすごい偉い人として扱われてた武士たちがオワコン化してしまい、これに切れた武士たちが国内で反乱を起こしたりといったことが発生してしまいましたが、しかしこの反乱も鎮圧され、武士の時代の終わりは決定的なものとなりました。そんな感じで日本国内は大改革してるんですが、とはいえこの頃世界では6個か7個くらいの圧倒的に強い西洋の国々が睨み合っていて、それらの国々が戦争し合ったり弱い国を侵略してたりしていました。日本も侵略される怖さはあるし、できればこの圧倒的に強い国々の仲間に入りたいと思っていたのですが、しかし日本にとって明らかに不利な条約はまだ有効であり、日本はまだまだ立場が低い国でした。しかしそんな中、この朝鮮の国内で反乱が起きてしまい、これをきっかけに朝鮮は親分である中国に助けを求めるみたいなことをやってました。しかしこれを見て日本がこう言いました。俺たちも朝鮮に兵を出すぞ。こうして日本は兵を送ったんですが、しかしその結果、そのままこの中国と戦争することになってしまいました。こうして起きた日本 VS 中国の戦争が日清戦争です。日本は改革によってパワーアップしていましたが、とはいえ中国は何千年も昔から超大国であり、また超でかい国ではありましたが、しかしその結果、日本が勝利することとなりました。この勝利により、中国から現在の価値にして何十兆円とかの価値があったであろう大量の銀をゲットし、さらに、この台湾の領土をゲットしました。これにより日本はますますパワーアップするんですが、しかしこの日本のパワーアップを見た、ここにある超大国であるロシア帝国などの国がこう言いました。ちょっと日本調子乗りすぎてるよな。わかってるよな。その結果日本はブルってしまい、この部分を中国に返すことにしました。そんな感じで一人部屋の隅で拳を握りしめる思いをした日本なんですが、しかしそれを見た、これだけの巨大な領土を持った超大国である、このイギリスがこう言いました。なあ日本、わかるぜ。
ロシア帝国ちょっと調子に乗ってるよな。そんな感じで日本と同じく超大国ロシアを恐れていたイギリスが日本と仲良くなりました。そんな感じで圧倒的超大国であるイギリスの力を借りれることになった日本はこう言いました。ロシア帝国をボコすぞ。こうして起きた日本 VS ロシア帝国の戦争が日露戦争です。ロシア帝国は全世界でもトップレベルに強い国だったので、さすがにヤバくないか的な感じはありますが、しかしこの日露戦争の最中、ロシア帝国国内で結構大きめな反乱が起きてしまい、ロシア帝国はうまいこと戦えませんでした。その結果、戦争は途中で中断し、日本が判定勝ちっぽい感じになりました。この勝利の後、朝鮮などの地域は日本の領土になり、さらに念願だった明らかに日本が不利な条約をなくすことにも成功しました。そんな感じで、いよいよ日本はめちゃくちゃ強い国々の仲間入りをしたっぽい感じになりましたが、しかし残念ながら日露戦争の勝利では賞金が出なかったので、戦争に費やした巨大な費用とかで日本国内はちょっと貧乏な感じになってしまいました。しかしその後、世界では第一次世界大戦が勃発します。この戦争で日本は西洋の国々に大量に武器を輸出することでたくさん儲けることに成功しました。そしてこの頃、超大国イギリスと日本の同盟はサブスクの期間が終了しましたみたいな感じで終わりました。しかしその後、第一次世界大戦が終わると武器とかを売って儲けるのが終わって、ちょっと貧乏な感じになってしまい、さらにその後、関東大震災が起きて東京とかがぐちゃぐちゃになってしまい、さらに政府の偉い人の出現によって国内がパニックになって、さらなる貧乏化現象が起きるという事態になってしまいました。そしてさらにその後、今度はこの世界最強超大国であるアメリカの人々がこう言いました。うわぁ、なんか知んねえけど金が突然消滅しまくったぞ。するとアメリカと取引をしていた様々な国々はアメリカの貧乏化の影響を受けて連鎖的に貧乏化してしまいました。この突然全世界が大貧乏化する謎の現象を世界恐慌と言います。そんな感じでこの世界恐慌は全プレイヤー強制参加イベントなんですが、日本はそれらの度重なる貧乏化イベントによって国内がめちゃくちゃ貧乏化してしまい、人身売買で娘を売るみたいなことも起きるくらいのヤバい状況になってしまいました。そこで日本はこう言いました。中国を攻撃するぞ。こうして日本は中国の国を攻撃しました。こうして起きた出来事が満州事変です。この満州事変によってこの地域を日本がゲットしたっぽい感じになるんですが、ここは日本の土地になりましたってはっきり言うとまた周りの目がややこしくなるので、この地域に新しい国が独立したということにして、実際は日本が支配してるみたいな何とも言えん感じでゲットしました。しかしこの日本の動きを見て、世界的な偉い人たちが集まったすごい会議がこう言いました。日本さん、ちょっとそれはやんちゃすぎませんかね。そんな感じでこの地域から撤退するように言われたのですが、逆に日本が偉い人たちのすごい会議から脱退するということになりました。そんな感じで日本が世界的に孤立する感じになる中、当時の総理大臣が暗殺されたりとかもあって、かなりカオスな感じになってきますが、その後さらに日本はこう言いました。さらに中国を攻撃するぞ。そんな具合で中国をさらに南へ侵攻しました。こうして起きた戦争が日中戦争です。この戦争によって日本の領土はものすごいことになりますが、しかしそんな中、世界的には第二次世界大戦が始まります。もういろいろとぐっちゃぐちゃにはなっていますが、その後さらに日本は強国の一つであるフランスの領土だったここをゲットしました。するとそれを見た世界最強超大国であるアメリカがこう言いました。さすがに日本がヤバすぎてるな。日本との石油取引をやめるぞ。これによりアメリカは日本との石油取引をやめたんですが、石油がないと戦争をやりにくくなるので日本はヤバめになりました。そしてさらにアメリカは日本にこう言いました。おい日本、さすがに撤退しろ。すると日本はこう言いました。アメリカをボコすぞ。こうして日本はアメリカの領土だったハワイを攻撃しました。こうして起きた日本 VS アメリカの戦争が太平洋戦争です。こうしてさらに日本は侵攻しまくって連戦連勝を重ね、当時イギリスなどの強国の一部だったここら辺の土地をゲットしまくって、日本の領土はとんでもないことになります。
しかしやはり世界最強国であるアメリカのパワーはすごく、次第に日本の勢いは衰えていきました。また同時進行だった日中戦争もちょっと厳しい感じになっていき、またアメリカによる日本本土への爆撃も本格化し、さらに日本と仲間だった遠くヨーロッパのドイツなどの国がどんどん降参していき、日本は本格的にヤバくなっていきました。そしてアメリカはこう言いました。最新兵器を投入するぞ。こうしてアメリカは日本に原子爆弾を投下して日本の戦力は壊滅しますが、さらにその後このロシア地域の超大国がゴリゴリに日本を侵略してきて、圧倒的に絶望的すぎる状態になったところで、日本はこう言いました。我々の負けです。こうして諸々の戦争における日本の敗北が決定することとなりました。これにより日本は圧倒的に領土を失い、また日本の本土も焼け野原となり、そしてアメリカに占領されることになって、大日本帝国としての日本の体制は完全に消滅することとなりました。ここからはおまけですが、その後日本は天皇が政治権力を持つ仕組みをやめ、戦争を放棄することを決め、そして敗戦の焼け野原から頑張って復活して、どんどん裕福な国になっていき、のんびり YouTube を見れるくらい平和な国となりました。以上、小学生でもわかる大日本帝国の歴史でした。またこのチャンネルに小学生でもわかる古代日本の歴史の動画があるので、よかったらそこから大日本帝国の動画までドカンと一気に日本史を通しで見てみてください。それではさようなら。